れは確か冥界ヘルヘイムで出会ったグンナルさんと同じ姿。ブリュンヒルデ、我が妻よ。グンナル様、これがブリュンヒルデさんの最も愛するもの。でも何か違うような。なぜだ、なぜ私を愛せなかったのだ、ブリュンヒルデよ。私はあなたに感謝しています。返しきれないほどの恩を受けました。だからあなたに尽くし、あなたの亡き後に王国を守り、槍を振るいました。だが愛してはくれなかった。私はあなたの愛に応えるつもりだった。だからあの指輪もあなたの棺に入れたのです。指輪？全ては上辺だけだ。お前は私を愛せなかった、ブリュンヒルデ。お前の心にはずっと別のものがいた。おお、観客が結構いるみたいだな。昨日迷宮に参加した選手たちもいるようだし、観客は脱落者たちか。うっはー、やっぱ客がいると盛り上がるぜ。ウィシシな、ようやく競技祭って感じになってきたな。いよいよ最終競技じゃ。ここでは用意した試合場で2人の選手に真剣勝負してもらう。武器も自由、己の持つ技も道具も存分に使ってよいぞ。なるほど。負けた選手は抜け、勝ち残った者同士で勝負を続ける。そして最後に勝ち残った選手はここにいるロキと戦ってもらう。本当かよ。すげえ、すごい。ドキドキしてきた。どっちが勝つんだ。楽しみだ。では、メリオダス。なんだそりゃ。いや、お調子合いかよ。真面目にやれ。みんな物足りねえようだな。あちらはバー様とブリュンヒルデさんですね。へえ、面白そうだな。あんた、槍に迷いがあんだよな。そんなんじゃ、戦いの中で死んじまうぜ。この私に迷いなどありません。起きたんだ。よし、いい攻撃だ。その調子だったらいけるだろうぜ。あなたわざと。ちっとばかり。団長を助けてもらった恩ってやつもあるしね。おい、勝負は決まったぜ。この姫さんの勝ちだ。俺も女相手に手を挙げるわけにはいかねえからよ。
あいつなんかかっこいいこと言ってるけどよ。めちゃくちゃやられてんじゃねえか。どう見ても死んでるぞ。ああ、負けた負けた。もうパン様ったら、お優しいんだから。本気を出してなかったでしょ。んなことねえぜ。あの姫さんが本気出したら俺も勝てるかわからねえ。まあそりゃそうですけど、ブリュンヒルデお姉様は私たちのトップだったんですから。なんだと。言ってませんでしたっけ。あの方は元ワルキューレで罰で人間界に落とされたんですよ。乾杯だ。メリオダス、ドラゴンシーン、一つ頼みがある。お前を殺せっていう頼み以外なら聞いてやらないでもないぜ。近寄って握手をしてくれ、勝者よ。おう、良いか、ガンベ。お前が勝てればもちろんよし。しかし、もし負けた場合は、七つの大罪の誰でもよい。その近くでこれを使え。司祭さん、これは。祝福されし聖なる爆裂弾だ。七つの大罪の誰か道連れにせよ。まさか死を恐れるわけではあるまいな。死を恐れるなど。ですが。安心するがよい。これは神の敵への天罰だ。お前が成功すれば、その魂は必ずヴァルハラへと導かれるであろう。お前は。え？どうしてそんな強いんだ。俺は死なないでいる間にこうなっちまっただけさ。本当に強いやつってのはこの世界にいくらでもいる。お前も死に急がねえで見てみるといいぜ。そうか。おおお、王林めに乗せられてしぶしぶ付き合ってはみたが、これはなかなか面白いね。わしの本気で楽しみになってきたぞ。さてさて、勝ち残るのは誰かの。くそ、奴らこんなに勝ち残りよって。七つの大罪の徒党どもめはどうせ慣れ合いをするに違いない。このままではメリオダスが勝つだろう。ウートガルザ・ロキメは所詮巨人の一族、最後に裏切るかもしれん。連中が試合に集中している今しか機会はあるまい。
あのハンマーの正体ですか。この世界に住む者なら皆知っているはず。私たち銀遊詩人が何度も語ってきたとても有名な武器ではありませんか。まさか。あれは伝説の神の雷槌ミョルニル。それとあの戦士どうなるわ。いや、あのお方は。そう、私の正体はアスガルドの雷神ガール。正体を隠していたことは悪いと思っている。神ではなく一人のただの戦士としてこの競技祭で正々堂々と戦いたかったが、皆を守るためには我が武器雷槌ハンマーを使うほかなかった。本当か。確かに神々しいお姿にあれほどの力。間違いない。ドール神様だ。我ら戦士の守護神。おお、すげえ人気だな。あの兄ちゃん神様だったのかよ。うちの酒場にはすげえ客が来てたんだな。